明治ホールディングス明治アポロ明治アポロアポロのモチーフとなったアポロ11号の司令船アポロは株式会社明治が1969年8月7日から製造を販売している粒チョコレートである。キノコの山、タケノコの里と並び明治を代表する看板菓子として発売以来長きにわたり多くの世代から親しまれている。全体は円錐型で、 側面にギザギザが入っている。この形は1969年7月21日に人類初の月面着陸に成功した後、同年7月24日に帰還したアポロ11号の司令船がモチーフとなっている。ただし、明治聖火がアポロを商標登録したのは1966年でギリシャ神話の太陽神のアポロに由来している。下部の広い方は、 ミルクチョコレート、上部の尖った方は、いちご味のチョコレートで2層になっている。なお、上下のチョコレートを逆にした、逆さアポロが入れられていることも、稀にある。バリエーションとして、上部のいちご味チョコレートを、ブルーベリー味に変えた、アポロブルーベリーも一時発売されていた。内容量はかつては 48g であったが、 カカオ豆の価格高騰等のため2015年4月21日発売分から 46g に変更されている。なお同じ明治から発売されているマーブルチョコ同様アポロにもジャンボサイズが存在する。ジャンボサイズには上部がストロベリーチョコ、下部がミルクチョコレートというアポロチョコのスタイルにホワイトチョコレートをかけて仕上げたアポロチョコの赤富士バージョンもある。また、 2019年には発売50周年を記念して中アポロや発売当初の復刻パッケージ版などを期間限定で発売した。また発売50周年を迎えた翌年の2020年2月7日にはアポロの誕生秘話を学びアポロの製造工程を見ることができるアポロ見学ラインが開始された。埼玉県坂戸市にある明治。 坂戸工場で月曜日から金曜日に開催しており、完全予約制で1から9名のグループなら、同社ウェブサイトからも予約でき、それ以上の人数は電話予約。参加は無料で、さらに見学後にはお土産としてアポロが一つもらえる。ありがとうございます。